おはようございますすキャプテンアスのバイブルトークです、えー、今日8月の23日「人の働き」の27章の1から12までですね。えー、このアグリッパとのこのね、えー、面会というかそれも終わり今度もういよいよもうパウロが船で護送、えー、というか移送というかね、えー、されるところです。 27章1節からさて私たちが船でイタリアへ行くことが決まった時パウロとはと他の数人の囚人は親衛隊のユリ,ウスユリウスという100人隊長に引き渡されたと。親衛隊のユリウスという100人隊長ローマの100人隊長に引き渡されて一緒に船で、えー、ローマまで行くと。私たちはアジアの沿岸の各地に寄港していく。 アドラミティオの船に乗り込んで出発したテサロニケのマケドニア人アリスタルコも同行したと翌日私たちはシドンに入港したまた地図が必要ですねシドン割と近くですシドンに入港して、えー、ユリウスはパウロを親切に扱い友人たちのところへ行ってもてなしを受けることを許したってこと相当あれですよね囚人なのにあのい遊び友人たちのとこ行,行ってきたいですって言ったら「いあい,いですよ」っていうふうにまあ あの見張りぐらいをつけたと思うんですけどもそれつけなかったら相当なまああれだよねつけますよね普通ねで私たちはそこから船出し向かい風だったのでキプロスの島陰を航行したと、えー、そしてキリキアとパンフィリアの沖を航行してリキアのミラに入港したミラというところに入港しますリキアルキアまた出てきましたね、あのー、地名がなんでこんなに変えるんだろうっていうぐらい変わってますので えー、まあしょうがないねでミラに入港しましたと地図をね確認していくといいと思いますそこで百人隊長はイタリアへ行くアレキサンドリアの船を見つけてそれに私たちを乗り越すってこれ行き当たりばったりなのってかちょっと思いますけども船乗り換えますで何日もの間船の隅は遅くやっとのことでクニドの沖まで来たがはいクニドの沖これは同じですね前と変わんないね 沖までで来たが風ののせいでそれ以上は進めずサルモネ沖のクレタの島陰を航行したクレタ島の島陰を航行してそしてその岸に沿って進みながらやっとのことでラサヤの町に近い良い港と呼ばれる場所に着いたこれはクレタ島の中のラサヤの近くの良い港かなりの時が経過し断食の日も既に過ぎていたためもはや航海は危険であったそこでパウロは人々に警告して 皆さん私の見るところではこの航海は罪みや船体だけでなく私たちの命にも危害と大きな損失をもたらすでしょうと言ったと、えー、これちょっとこの船って確か囚人とかねいろいろ合わせると数百人が乗ってるそのすごい大きな団体なんですね。確か数百百人人ですよね二何人だかでパウロは囚人ですよね。 囚人、その中の囚人ってつまり一番身分が低いというか身分なんかないぐらいの立場なんですけどもその人がこの船長とかねこの航海士とかローマの,あの百人隊長とかがこう話しているところで「いや私は違いますよ」ってこのさすがパオロとかさすがユダヤ人というか、ね、ニュドニックこう前に自分正しいと思ったら前に出ていくようなそういう。 あれですけども、さすがにここではですね、えー、まあ、意見は聞かれないと。11。しかし百人隊長はパウロの言うことよりも船長や船主の方を信用したと当たり前ですよね。こう当たり前なんですよ。でまたこの港は冬を過ごすのに適していなかったので多数の者たちの意見によりここから船出しできれば南西と北西に面しているクレタの港フェニックス、フェニックス。 に行きそこで冬を過ごそうということになったというところまでなんですけども確かにパオロはですね遭難のプロなんですすよししたことが難戦したここととがが回ありま宙や海上を漂った第二コリント11の25そういう経験があるもう遭難のプロなので確かにそのねパオロの意見っていうのは大事なんですけどもでもそれにしても。 これ私がこの中にいても多分パウロの意見よりもあのこのフィニックスまで行こうっていうふうに言ったと思います。これ地図を見ればわかります。これでねいやイタリアまでちょっと行っちゃいましょうよっていうとこれはちょっとじゃあそれは無理だって言いますけどもフィニックスっていうのは同じクレタ島のその良い港からちょっと岸沿いに行けばいいので安全に行ける。 でギリギリそのねもうちょっと大きいあの街、ー、でしょうしこのラサヤの良い港よりもどうせ長く過ごすならそこまで行っちゃおうよっていうのは例えば山登りでも、まあ、ありえなくはない話なんですね今日行けるとこまで行っとこうとあのー、多少天気悪くなるけどもこれからもっと悪くなるんだったら安全なとこまで行きましょうっていうでね何が、あのー、あれかと言いますとこの 話を見てると、あ、これって本当にあったことなんだろうなっていうのが分かります。なんかこう適当にね物語として作ったというよりも、あ、そういうことってありますよねっていうか、本当に一つ一つがリアリティに富んでいるそういう話だということ。でもう一つは、えー、これね私たちのこのパウロのこのねローマ行きというのはあのー、本当に偶然。 いいことも悪いことも偶然が重なって、えー、そこに行くんですけどもこれ私たちの人生というか、ね、私たちが生きていく上でもこのようなことがね、あのー、ピンチがチャンスになりチャンスと思ったら、あのー、そうじゃなかったということがね起こるんじゃないでしょうか。えー、この話の話中にはいいろんな風風が吹きます。えー、追ででああっったりったりり、 このあと、ね、暴風雨が出てきますけども私たちのこのね、えー、生きる中にもそういういろんな、ねえー、ピンチやチャンスや、えー、そういったものがあるんだなっていう気がします。はい、ということでこの後、まあと言っちゃいましたけどもこの後、ね、あとね嵐がやってきて大変なことになりますけども今日はここまでにしたいと思います。それではまた、ご